5つのレコードを含む Intelhex ファイルの例。各項はそれぞれ1レコードからなる。Intelhex はバイナリ情報を ASCII テキスト形式で記載したファイル形式である。マイクロコントローラやエプラムなどのプログラム可能なデバイスのプログラム書き込みのために広く用いられている。典型的な利用用途としてはコンパイラやアセンブラがプログラムの C 言語やアセンブリ言語などの ソースコードを機械後に変換し、ヘックスファイルとして出力する。ヘックスファイルは ROM にマシン語のコードを焼くために書き込み機によって読み込まれたり、対象のシステムで読み込んだり実行したりするために転送されたりする。インテルヘックスは開業コードによって区切られた複数行のアスキーテキストからなる。各項は複数の二進数値をエンコードする16進数の文字を含む。 二進数の値は行の位置や形式、長さによってデータ、メモリアドレスなどに相当する。各項はレコードと呼ばれる。レコードは左から順に並ランダムつのフィールドを有するスタートコード1文字、ASCII のコロン。バイトカウント16進、数二桁データフィールドに含まれるバイトの数を示す。最大値は255。 16や32が広く用いられている。アドレス、16進、数4桁、データの16ビットの開始メモリアドレスオフセットを、表す。データの物理アドレスはこのオフセットを前もって決められた、ベースアドレスに加算することで計算される。これにより、16ビットアドレスの64、キロバイト制限を超えて、メモリアドレスを指定することができる。ベースアドレスはデフォルトが0であるが、 様々なタイプのレコードによって変更することができる。ベースアドレスとアドレスオフセットは常にビッグエンディアンで表記される。レコードタイプ、16進、数二桁、00から05であり、データフィールドの意味を表す。データ、2n 桁の16進数で表記された、n バイトのデータの並び。一部のレコードではこのフィールドは省略される。データの意味と表現は用途による。 チェックサム、16進、数二桁、レコードにエラーがないことを検証するために計算された値。色判例主覚的な補助として、インテルヘックスレコードのフィールドはこの記事において、以下のように色分けされる。スタートコードバイトカウントアドレスレコードタイプデータ。チェックサムチェックサム計算チェックサムの値は、レコード内のチェックサムの前のレコードされた。 バイト値すべての合計の最下位ビットの2の歩数である。例えば、030030002337A1E のようなレコードの場合、レコードされたバイト値の合計は 030030002337A イコール E2 である。E2 の2の歩数は 1E であり、これが、レコードの末尾に現れている、チェックサムである。 レコードの妥当性はそのレコードのチェックサムを計算し、計算されたチェックサムがレコードに現れているチェックサムと一致するかを確認することで検証される。インテルヘックスレコードは一行に一つのレコードが表記されるように一つまたは複数の開業コードによって区切られる。このことはレコードを視覚的に区切ることによって可読性を向上し、 レコード間のパディングを提供することで機械による公文解析の効率を高めることを可能にしている。ヘックスレコードを作成するプログラムは典型的にはそれらの動作するオペレーティングシステムの関連に従うような開業コードを用いる。例えば Linux 上のプログラムは LF を単独で行末に用い、Windows 上のプログラムは CR とそれに続く LF を用いる。 インテルヘックスは以下の6つの標準的なレコードタイプを持つ。特定のレコードタイプのサブセットを用いるヘックスファイルのフォーマットを示すために特別な名称が用いられることがある。以下がその例である。以下の例は4つのデータレコードとそれに続くエンドオブファイルレコードを含むファイルを示す。 一条十所二概千四百六十計千三百六十兆千二百十四億七千十三万六千七 EFP09D2 百十九万百四十百兆千百億二百十四万六千十七 E 十七 C 二万一 FF 五回十六兆二十一億四千八百一万千九百二十八 100億1200万 194E7K9234 兆6239億6577万8239枝3回 01B2 か71億13 3万3回 0156702B5E712 バイト722バイト7321億4601万3 4 2 1 c 7零0 000 0 0 0 0 1 f f ありがとうございます。